ます、セブンチャンネルです。漁期が終わりましてね、今週からもうフィールドトライアルのシーズンに入るということで、セブンのね調整を行っています。まあ調漁犬やってる人っていうのはねハンティングを楽しんで、それが終わるとね、フィールドトライアルのシーズンに入りますんで、まあ、それに向けて調整をしていくと、まあ、春はフィールドトライアルを楽しむ、まあ、そういうスタイルになりますね。まあ調漁犬なんでね年中鳥に当てて芸を充実させるっていうのはやっていくんですけどね、まあ、その春と秋の節々にフィールドトライアルっていう競技があって、まあ、そこでね犬のねあの審査をしてくれるとかアドバイスもいただけるんでね。実はね、実業の方は15年やってますけど、フィールドトライアルに関しては、セブンが去年、秋の大会に出たっていう、それだけなんですよ。だからフィールドトライアルに関しては全くの素人です。実際やってみると、見るとでは大違いですね。やっぱりね、初めて出場すると、出場した感じでは、とても緊張しますね。やっぱり自分の愛犬を審査されるんで、その部分もねやっぱ抵抗がありますね。審査されるっていうの他と比べられちゃうっていうのはやっぱりね厳しいものがありますね、まあ今日は調整なんでひとまず猟期中にねどれだけハンドリングが乱れたかを今日の記事当てで判断したいと思います。まあそれによってやれることをやっていくっていうしかないかな。なのでよろしくお願いします。はいはい、分かった分かった、分かってるよ。てれてれモテなナイフだ。こっちか。待って。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。はい。追いつけ。おお、追いつけ。つけよ。見ました。黄色いの一つ持ってきましたね。前回のねトライアルの時に、まあ、相手犬と笛なが打って、でその人も結構笛を吹く人だったんで、ずっと吹き続けてる人だったんで萎縮しちゃってセブンが大変だったんで、ちょっとね笛を変えました。今回これで初めて試してみますね。おいセブン、つけつけよ。あ、おい行くぞ、ほら、おつけ、行くよ行くよ。寒い寒い、しょ、どっからせ、よいしょっと、よいしょっと、よいしょ。